今日のランちゃん、不気味。あんな子じゃなかったのに。私が歯ぎしりしてるのかな。よかった。ランちゃんって結構きついとこあるんだね。ちょっとびっくり。人間ってやっぱり残酷なのかな。ハロー諸君、何を話しとるかな。ああ。私はない。じゃ、ゆいと、私先に行ってるから。いざ、注水開始。洗剤投入。何？男の人の下着と一緒に洗うのなんて、いいやん。ということで、手洗いしてください。だってバッチリもん。何を言われてももうプログラム。やあよ。何をやったんだ。平野先輩が無理やりパンツとか入れたの。替えはあるのか。私悪くないもん。ご主人様の下着ならすぐ洗います。なかなか止まないな。前にも降ったよな。ああ。なあ、平野。最近、蘭の様子がおかしくないか？ちょっと。心配だな。
今度聞いてみる。ご主人様、お風呂が沸きましたのでお入りになってください。ご主人様からどうぞ。ううん、お風呂沸いたよ。そっか、もう4日目になっちゃったね。嫌だなあ、あと4日で学校なんて。学校なんか来なきゃいいのに。上がったら教えてね。違う違う、そうじゃない。いや、フランケンシュタインみたい。それじゃあ着られないだろう。やっぱ捨てちゃおっか。ギロ。いやだな、冗談ですよ。ほら、平野先輩が来る前に仕上げちゃいましょうよ。しゃぶるとおいしいですかね。しゃぶってもいい？きっと素晴らしい出汁が取れるに違いないわ。真面目にやれ。ムカピシクシク、真面目に書いてるのに。
そうじゃなくって、ここをこうしてやるの。もうちょっと光源を変えた方がいいんじゃないか。ムカピ、先輩たちの言ってることわけわかんない。よしみ先輩、ここは一丁全部やっちゃってください。却下。却下。よしみ先輩は平野先輩とこうやって楽しくやってるんですか。ま、そうかな。へへへへへへへ。絵筆でいろいろくすぐり合ったりしてるんですか。こんな風にこちょこちょこちょ。こら、やめろって。ほれほれ。ランちゃん、モップブラシで遊んじゃダメだよ。それじゃ、よしみ先輩にもフリフリ。くすぐったいよ。こんなとこまで、うっしっし。こら。やめないと。怒るぞ。後輩の別れの言葉を聞いてくださいな。私、今日で帰っちゃうんだ。実は病気にかかっててね。無理して合宿に来てたの。まあ、なんというか、手術しないと。行って治るようだったら言いますよ。
それ、ミキ先輩に言ったんだけど、マーカー帰れって怒られちゃった。治ったらまた合宿してやるからって。その時は平野先輩が部長なんですよね。平野部長、何かご用はございますか？おー、立花君、ちょいとお尻を触らせてくれんかね。いやぁ、うん、着替えたらすぐ行っちゃう。みんなに挨拶していくと悲しくなっちゃうから。うん、だって先輩は異性ですから。ああ、真面目に言ってるのに、ムカピうん、悲しくなっちゃうから。え？